はい、ご助けでございます。あ、今ね、用意してたのがあったんですよ。くだらん挨拶だけど思わず普通にスタートしちゃいました。まあいいや。そう、今ねやってるのはこれを、革を、まあ接着剤を塗って圧着してるんですね。で、今回ご紹介するのは、これから出そうかなと思ってる開発中のアイテムをお見せしようと思います。効果が出にくいかなと思って、僕の今使ってるボンドだとね、サイカプレンの NP103 あるいは、M13 ボンド、オーダー R さんのねっていうのは、割とね、乾いた時の感じがあれに近いんですよ。なんていうのかな、酢酸ビニルエチル系っていう、要するに簡単に言っちゃうと、なんていうかな、白ボンドというかね、そっち側の系統に近いんですね。木工用ボンドとか、要は硬いんですよ、ちょっと層が。だからネバネバ、あんまりネバらないですね。粘りが、ネバネバしないというか。だから、効果は出にくいんだけど、まあやってみます。全くゼロではないんで。そう、サイビノールが出なかったよ。嫌だね、本当に。で、ブルドック印のゴム糊とかさ、G17 とか、G クリアとか、その辺のはね、結構粘るんですよ。貼った後、こう、ヤスリで擦ってても黒いのが出てきちゃって、いつまで擦ってもそのネバネバが取れないみたいなってないですか？ありますよね。それを効果的にこのゴムをバーッと取れるビット。ということで、開発をしている、この、ローレットがついてますよね。ローレット付きのチタンビット。で、多少革は削れるんです。ヤスリみたいにバリバリ削れるわけじゃないですよ。でもボンドを絡め取りながら少し表面を鳴らすっていうかですかね。だからこのボンド層が、大なり将来出ると思うんですけど、ボンド層あんま見当たらないですよね。でこれもやっぱり条件がありますよ。なんていうのかな、粘るボンドで塗った直後であんまり乾燥しないようにやっても、それはなかなかね、ボンド層だけがきれいに取れることはないんだけど、でピシッと貼り合わせてたら、そんなに大きく削る必要がない時、軽く削って鳴らしたい時とかね、この断面を、こう、なんて言うんですかね、目を潰すっていうんですかね、この後の削りっていうか磨きず前にボンドを引っかき出して、目を潰してあげる、要はコンディションを整える、そういった効果のあるビット。さっきね、そうそう、このダイヤモンド一つ、チューブの濃いめのやつを出して、で接着してみたんですけど、この濃いやつを普通にバッと端までつけて塗って圧着しちゃうと、ボンド層が出るからって少し手前に塗るっていう、なんか癖がもうついてて、チューブからニューって塗るときにね。で、こうやってやったら、ボンド層出ねえじゃんと思ったら、あ、そりゃそうだよ、出ないように塗ったんだもん、みたいなね。ね、ほぼ、ボンド層が見えなくて、
でこう目が潰れるっていうのかな。もっと削って合わせたい時は別ですけどね。でね、こうもっとこれだからボンドいっぱいついてたりとかすると、ここにこうボンドが絡みついてきます。そんな動画もちょっと前にやりましたよね。あの細軸ミックスタイプのやつでね。そうなんですよ。これじゃない。これはこれぐらいがいいや。って感じなので、でね、ローレット切ってやって多少ザラザラしてるんで、磨きには使えないんでしょと思うでしょ。でもね、この溝の中とか、このザラザラの中に、ポリッシングリキッドのこの液が入り込むと、どういうわけだかね、磨きにも使えちゃうんですね、これが。だから細いところ、まあ、こっち側もあるんで、ね、あの細いところとか細かいところとか、この穴の中とかを磨くのにもお使いいただけるんじゃないかなと思います。でね、体積もあの普通のチタンビットに比べりゃ少ないんで、なんていうのかな、価格も抑えることができました。そう、まだねショップに並んでないんですけど、近日並べようかなと思っています。まあこれ試作のファーストロットなんでね、もうちょっと使い込んで、改良点が見つかったらそれを入れ込んで本ちゃんにしようかなと思ってますけど、ね、小刃のこの、なんていうのかな、ヤスリとして使うには、削れない。だけど、その分ゴムを引っかき出すっていうのかな。そういった感じに使えると思います。あの黒くなっちゃうコバ嫌じゃん。いい感じに乾かした時に匂ってるとガーッとこう引っ張り出してくれるっていうんですかね。さっきねなんかチラッと書いたんですけど、あの貼り合わせたらビシッと切っちゃえばこういう風になってるんだけど、この要はこの黒いところがボンド層なんですよ。これをこううまく引っ張り出せるとこうその部分だけこううまくへこむっていうかね。うん。そんな感覚があります。そんで皮をグッと押したらそこの溝は埋まっちゃうっていうか、そんな感覚ですよね。うまくね、ボンド層って抑え込めるもんです。そう、なんかね、さっきもちょこちょこそこら辺に実験したのがあるんですけど、これなんかもそうです。気になるのがわかりやすいですからね。これ貼ったやつ、これはダイヤモンド貼ったんだけど、わずかにこう真ん中黒くなってるのは、これボンド層じゃなくて、なんていうのかな、ボンドにあるこの芯な溶剤が染みて色が濃くなったところで、ゴムのベタベタはないです。ここにはこれもそう。でこれポリシングリキッドつけて磨いてしまうとさ、何ちゅう、何ちゅうのかな、色が濃くなるんで ほぼ分からなくなると思うんですけど、一回だから切ってみましょうか。こう見るとボンド層が見えるね。このボンド層をひっぱり出しながら皮の表面の繊維を寝かしつけて、それでこう整えてあげるのかな。そういった用途の
ビットです。こんな見たことないでしょ。ね、いや、要はもう抜き型を使ってて大きさはビタッと合ってると、で貼り合わせもビタッといったと、でそんな削る必要もない。でボンド層が気になる、だからこれでさーっとボンド層を取ってやるとかね。これね、昔ボンド層が結構目立っちゃう革での仕事があった時、もう泣きながらねこれで取ってましたね、横をこすって。はい、なかなかね、なかなかハードな仕事をしたことがありました。だからこれあの時にこれがあればなーなんて思いました。うん、でこれさ、この貼り方とかボンド塗るボンドの量とか、このボンドの粘度とか、この圧着の具合とか、いろんな要素があるんですよ。ここに影響しちゃうボンドの塗り方っていうかね、これもなんかね、知らず知らずこうなんとなく身についちゃうっていうかね、そんなにこう目立たなくなるような塗り方って、なんかうまく言語化できないんだけど、前はこう黒くなったよな、よくとは思うけど、知らず知らず同じものをついててもね、あんまり出なくなってる人も多いと思いますけど、まあ、使うボンドの種類とか量によっては絶対こうボンド層って気になる時があると思うんで、そんな時に1本あったらどうでしょうと、こんな感じの動画でございました。ね、多分まだこの動画をアップする頃には商品として並んでないと思うんだけど、並べようと思ってます。じゃあね、てなわけですっかり夜になっちまいました。もうなんかうまくいかないもんですわ、いろいろと用事があって出かけて、いけねえ佐川電話すんの忘れたと思って急遽佐川に持ち込みで持ってったら他のトラブルが発生してがーみたいなね。まあまあしょうがないよね。その中ね、お問い合わせいただいて、メールじゃなくて電話もかかってくるんだけど、まあ電話すんなとは言わないけど、もうね、ないもんはないんですよ。ないものはないの、今これ作っております。ないものはないんだけど、俺にキレられてもしょうがないよね。なんで買えないんですかとか、なんで予約できないんですかって言われてもね、予約ってなるとすごく先までになっちゃうじゃん。そうなんですよね。あんまり人待たせるのも僕が好きじゃないんで、早い者勝ちにさせていただいてるんですけどね。そう、切れられてもねっていう。まあいいや、そんなことはどうでもいいや。これ、1、2、3つ。挟んだから 3層あります、ボンド層が。これにちょっと使ってみようと思います。よく見るとね、ボンドがちょっと光ってるのがわかると思うんです。さあ。これね、うん、3層あるとよくわかるな。これのね、うん、ボンド層が、ボンド、皮は大して削れてない、粉が舞ってないからわかるでしょ。だからこうある程度バシッと揃ってるんだったらね、これでボンド層だけ剥がしてあげれば、いい感じっすよ。ほらね、もうあれです。これはあれの方がいいな、ヤスリの方がいいな、ちょっとずれてる、うん、なんていうのかな、この映像でね、これに勝るものはないじゃんね、証拠がね。あ、でもこれ伝わるかな、このここのこのボンド層、ボンドあるんですよ。音聞こえる？どうやって伝えたらいいんだろう。これがほら伝わってるかどうか全く自信がないけれどね。このボンド層を取るっていう仕事としてはこいつはいい仕事します。そうそうそう、
パリ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 って飛んできてるのよ、ボンド層が。本当ボンドがね剥がれて、で皮がそんなに削れてないというね。これ本当悩んでた方も多いんじゃないかなと。これよくわかるかも。ここボンドついてるよね。これをお見せするのもどうなのって下手くそって思われるかもしれないけど、まあまあこんな削っちゃえばいいと思ってるんで、こっち側にはボンドついてもいいと思って塗ってるんでね。あ、これわかりやすいかもね。これあのね、グンって重くなります。ここでボンドに食った時にガラガラって言ったよね。ほら、ここちょっと残ってるな。うん、名前なんてしようね。名前ボンド剥がし、いや違うな、なんだろう、ちょっとネーミング困ってるけど、これはね、これはいいですよ、うん、効果ある。あのこれだと思う方、ピンポイントでこれだと思う方いるんじゃないかなと思います、これ、うん、僕もしばらく愛用してみようと思います。うん、悪くないです。てな感じのどこでした。またね、また続報やります。じゃあね。